君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、かまいたちの夜3、続きをやっていきましょう。あの迷宮に入ったところですね。いてててて、腰を押さえながら起き上がると、そこは真っ暗な地下道だった。大丈夫か、トール君？三木本さん、どこですか、ここは？どうやら、ダンジョンのようだ。ダンジョン？ああ。見てごらん。このレトロ感漂う 3D 迷路。僕たちはこの再階層を目指さなけりゃいけないようだ。トール君、武器と防具は装備してるか？持っていても装備しないと効果がないからな。装備するも何もそんなもの持ってませんよ。持たずに入る派か。男らしいな。いや、刃とかじゃなくて。俺は一応ナイフだけ。としおさんはポケットから折りたたみナイフを出してみせる。としおさんか。ふん、しばらくはそれでなんとかするしかないな。地下道を進む僕たちに霊気が襲いかかってくる。湿り気を帯びた気持ちの悪い霊気だ。パラダイスとは程遠い雰囲気に僕は改めてがっかりした。なんだあれ、通路の突き当たりに何かが見える。あれは竹やぶ？としおさんが信じられないといった様子でつぶやく。僕たちは通路の先に向かって走った。確かにそこは竹やぶだった。なんでダンジョンの中に竹やぶが？一体どうなってるんだ？三木本さんは慎重に近づく。竹の子ある右下に。と、竹やぶの中に何かが落ちているのが見えて、僕は駆け寄った。私のピンクなところを見てください。というタイトルのエッチなグラビアが表紙になった本だった。しばらく雨に打たれたのか、全体的にゴワゴワになっている。エロ本？竹やぶにエロ本？怪しいぞ。怪しすぎる。三木本さんはそれを拾おうとする僕の手を払いのけ、周囲に視線を飛ばす。竹やぶにエロ本はつきものじゃないですか。ねえ、としおさん。そうだよな。そうじゃなくて、こんなところに竹やぶがあること自体おかしいじゃないか。それはそうですけど、竹やぶにエロ本があるのは変じゃありませんよ。ねえ、としおさん。そうだよな。エロ本を拾い無視して通り過ぎる。多分ね、めちゃめちゃゲームオーバーになるタイプの話だと思うんで、拾っていきます。A、エロ本を拾う。僕は三木本さんを押しのけ、エロ本を拾った。すぐさま敏夫さんが覗き込んでくる。おい、ちょっと待て。君たちはこの程度の誘惑にも耐えられないのか。何かの手がかりがあるかもしれませんからね。そうだよな、手がかりがあるかもしれん。1ページずつゆっくり調べた方がいいんじゃないかね、トールウジ。なんだトールウジ。トール氏じゃないんだこれ。そうですね、敏夫ウジ。僕は表紙をめくった。おお、これは、次をめぐりたまえ。なんてこった。いや、参ったな。ほほう、そうきましたか。うん、これはなかなか。と、としおさん、これ。ついに来たか。袋閉じだ。しかも未開封。トル君、気をつけろ。わかってます。変な風に破くんじゃないぞ。任せてください。僕は慎重にミシン目を切り取った。としおさん、行きますよ。ああ、行ってくれ。僕は袋閉じをめくった。背後でどさりという音がした。振り向くと三木本さんが倒れている。三木本さんは白目を向き、口から泡を吹いている。としおさん、三木本さんが。返事はない。としおさん？としおさんはその場にゆっくりと崩れ落ちた。としおさんの首には針のようなものが突き刺さっている。慌てて周囲を見回すが、僕たち以外に人の姿はなく、誰かいるような気配もなかった。僕は嫌な予感がして、ひとまずこの場から離れることにした。必死で逃げ去ろうとしたが、極めて不自然な前かがみの体勢では、そう、うまく走れるわけもなく、僕はすぐに転んでしまった。前かがみは別に気にしなくていいだろう、誰もいないんだから。うつ伏せに倒れた僕の背後に、何者かの気配が降り立つ。くそ、エロ本なんて卑怯だぞ。あんたたちがバカなのよ。恥ずかしい格好のまま死ぬがいいわ。何かが僕の喉を切り裂いた。あ、いっちゃい。やめなさい。でしょうね。エロ本の罠。戻ります。はい、というわけでね、戻ってきました。無視して通り過ぎます。B。僕たちは無視して通り過ぎようとした。と、前方にさささっと黒い影が立ちふさがる。くの市か。確かにそれは女忍者のようであった。よくぞこの罠を見破った。褒めてやろう。
しかしいずれにしても貴様らはここで死ぬ定めなのじゃ。あれ、くの市が現れた。言っておくが戦闘中は三角ボタンは使えぬ。覚悟するがいい。くの市の攻撃。くの市は遥かの術を使った。トールは誘惑されてメロメロになった。トシオも誘惑されてメロメロになった。三雲には効果がなかった。すごいね。遊び慣れてる。防御じゃないんじゃない？やっぱ攻撃なんじゃないですか？三木本の攻撃。三木本はくの市の首筋に首刀を叩き込んだ。うっ。くの市を倒した。やった。いやー、意外と大したことない例でしたね。ねえ、トシオさん。そうだな。色気なかったし。お前らが言うな。僕たちは階段を下へと降りていった。階段あるんか、こんな竹やぶに。はい、煩悩迷宮地下2階。襲いかかる霊気を振り切って僕たちは地下道を進む。通路の突き当たりに何かが見えた。ありゃなんだ。敏夫さんが目をすがめながら言う。近づくと桃色クリニックと読めた。なんだか怪しい感じですね。僕は唾を飲み込みながら言った。待て、これは罠だ。煩悩に従ってはいかんと言われただろう。忘れたのか。三木本さんがお堅いことを言う。いや、これは決していかがわしいお店なんかじゃない。ごく普通の診療所だ。見ろよ、診療項目とか診療時間とか書いてあるだろう。ご利用料金とかサービスタイムとかじゃないんだ。それに他に道はない。どうするんだ。敏夫さんが当然の反論をした。そうですよ、僕は決してあんな店、いえ診療所なんかに興味ありません。でもあそこを通らないと地下へ降りれないというのなら仕方ないじゃないですか。ねえ敏夫さん。そうだ、俺もはっきり言ってああいう店、いや診療所は好きじゃない。むしろ嫌いだ。だがこの際仕方がない。我慢しよう。三木本さんはしばらく僕たちに疑惑の眼差しを向けていたが、やがて諦めたようにため息をついた。仕方がない。しかしくれぐれも煩悩に負けることのないように。もし負けたら待っているのは死だぞ。はいはい、行こう行こう。僕と敏夫さんは桃色クリニックの入り口をくぐった。やばいだろ、注射持って走ってる女の人。今日はどうされましたか？僕たちを出迎えたのはナース姿の女の子だった。まだ高校を出たばかりぐらいに見える頬の赤い女の子だったが、ナース服を押し上げる胸はバレーボールぐらいありそうに見える。短めのスカートからすらりと伸びた足は白いストッキングに包まれていて、足に履いているのはかかとのないゴム底を打つ。手にはカルテのようなものを持って心配そうに僕の顔を見上げた。いや、そこよりも左手の注射が気になる。実はなんだか最近頭が重くって。ちょっと待て、そうじゃないだろ。三木本さんが突っ込むが、敏夫さんが後ろから歯がいしめにして引き止める。がっつり引き止めてんね。それは困りましたね。早速先生に見ていただきましょう。先生、患者さんです。パッとスポットライトがつき、デスクの前に腰掛けた女医さんの姿が浮かび上がった。ストレートの黒髪を後ろでキュッと縛り、赤いセルフレームの眼鏡の向こうから冷たい線を僕たちに向けてくる。白衣の裾の分からめから組んだ白い足が覗いているが、その奥の方は見えそうで見えない。若くてキュートなナースも捨てがたいが、こういう知性派の大人の女性になんとかような視線で見られるのもまたなんとも。頭が痛いんですって。じゃあコースを選んでもらいましょうか。ジョイさんはそう言いながら足を組み替える。ああ、惜しい。コース?どんなコースですか？一日人間ドックコースと入院コースよ。はあ、なんだか普通ですね。一日人間ドックコースは尿検査に始まり、美人放射線技師によるレントゲン撮影、そして触診による直腸検査がセットになってるわ。もちろん触診と直腸検査は私がやります。この先生の細い指が僕の体のあんなとこやこんなとこに。入院コースは？そちらのナースによる、毛剃り、剃り毛、なんて読むんだっけこれ、館長。そんな恥ずかしい。でもちょっと興味あるかも。そしてもちろん最後は、わかるわよね。わかりますわかります。さあ、どちらのコースにする？いやー、どっちにしようかな。やっぱり最初は人間ドックからにしてみようか、A。
やっぱり最初は人間ドックからってことで。やめるんだトール君、騙されちゃいけない。叫ぶ三木本さんと敏夫さんを置いて、僕はナースに導かれるまま検査着に着替え、人間ドックに入ることになった。ナースに白い紙コップを渡される。でかくないし紙コップ。本当に尿検査するんですか？そうしないと検査始まらないでしょ。それはそうだけど、こんな可愛い子に尿を渡すのは妙な気分になる。僕がちょっと照れながら並々と溢れそうなコップを渡すと、彼女も頬を染めたようだった。程よい量にしとけ。次はレントゲンです。レントゲン室に行き、指示通り検査台に横たわる。息を大きく吸って、そのまま止めてください。言われた通りにする。はい、お疲れ様でした。レントゲン撮影はほんの数秒で終わった。僕が診察台を降りようとすると、美人放射線技師が止めた。そのまま横になっていてください。言われた通り、もう一度検査台に横たわる。美人放射線技師が僕の足首に触れた。いちいち美人ってつくの受けるね。え？動かないで。今度はナースが僕の胸に触れる。え？え？美人放射線技師は足元から、ナースは胸元から、僕の全身をまさぐり始めた。これは触診？いや、触診は獣医がするって言ってた。じゃあこれは？サービス。美人放射線技師が僕の足首に触れる。冷たい足が妙に僕をドキドキさせる。ナースが僕の胸に触れる。検査着の上とはいえ、変な気分になってくる。美人放射線技師が僕の太ももに、触れる。くすぐったいのか感じてしまっているのか、もはやわからない。ナースが僕の腹に触れる。この次は一体どこに触れるんだろう。僕は期待して待った。と、その時。かかったわね。ふと見ると、さっきの女医が立ちはだかっている。僕は嫌な予感がして起き上がろうとしたが、できない。僕の体はいつの間にか、検査台に革のベルトで縛り付けられていた。さては罠だったのか。くそ、なんて巧妙な。どこがよ。三人同時に突っ込まれた。コロナしか遠くで、三木本さんの突っ込んでいる声も聞こえたような気がした。あなたの煩悩まみれの魂は、きっと伊右衛門様の上を満たしてくれることでしょ。これも伊右衛門関わってんの。そっか、でもそういう始まりだったね、そもそも。くそ、こんなはずじゃなかったのに。くそ、こんなはずじゃなかった。女医の罠。さあ、というわけでね、戻ってきまして、人間ドックじゃなかったみたいですね。なんで B の、もちろん入院コースを選びます。もちろん入院コースで。バカ、早まるんじゃない。騒ぐ三木本さんを無視し、僕は個室に入院した。専用トイレもついた、差額ベッド代をたくさん取られそうな部屋だ。そこへ、カミソリと勘定を持ったナースがやってきた。僕は目を閉じ、ナースの言われるがままにした。ああ、そんな。恥ずかしい。僕は可愛いナースにあんなことやこんなことをされ、天にも昇りそうな気持ちだった。ああ、もう死んでもいい。さあ、これを嗅いで。何それ。ナースに差し出されるまま僕はマスクを顔につけ、息を吸った。なんだこれ。体が動かない。意識はあるのに、指先一つ動かせないのだった。麻酔じゃないか？その時何人かのナースが入ってきて、僕のベッドをどこかへ運んでいく。手術室。そう書かれたランプのついた部屋へ僕は運び込まれた。今からオペを行います。オペ？あら、言ったでしょ。館長と来たら最後に来るのは。最後に来るのは回復手術に決まってるじゃないの。回復手術？でも僕どこも悪いとこないんですけど。そんなこと知らないわ。入院コースを選んだのはあなたですからね。女医のメスが僕のへその下に押し当てられる。体はピクリとも動かないのに、全く麻酔は効いていないことを僕は知った。確かに。わあ、ギャーちょっと短めだったね。回復手術。さあ、というわけでね、もちろんどっちも興味はないですよ、もともと。何言ってるんですか。残念だけど、どっちも興味ないです。僕は歯を食いしばりながら言った。何ですって。
煩悩に負けてしまっては終わりなのだ。こんなところでやられてしまうわけにはいかない。よく言ったトール君。さあ、こんなところはさっさと脱出するんだ。こっちに出口があるみたいだぞ。いつの間にか下へ降りる階段を見つけていたらしい三木本さんが、手招きして僕と敏夫さんを呼ぶ。ちょっとは理性が残っていたよね。しょうがないわ。行きたかったら私たちを倒してから行くのね。またか。ナースが現れた。ジョイが現れた。美人放射線技師が現れた。美人放射線技師さ、首大丈夫あれ。痛そう。ナースの攻撃。お薬の時間です。トールは薬を飲んだ。トールは媚薬を飲まされて誘惑された。ジョイの攻撃。ジョイは敏夫に注射を打った。この BGM は、ちょっとリミックスバージョンになってる。敏夫は眠ってしまった。美人放射線技師の攻撃。美人放射線技師は放射線を放った。そんなんできんの？三木本は放射線をかわした。まあ、攻撃。三木本の攻撃。三木本はナースに往復ビンタを食らわした。こんなのって初めて。ナースは泣き崩れた。ジョイの攻撃。ジョイはメスを投げた。三木本はメスをかわした。美人放射線技師の攻撃。美人放射線技師は色気を放った。三木本には効果がなかった。三木本が強い。三木本が強いぞ、これ。三木本の攻撃。三木本はジョイの腕をひねり上げ、身元で囁いた。おいたをしちゃいけないな。ジョイは唇を噛んだ。唇を噛んで消えるんかい。美人放射線技師の攻撃。美人放射線技師は色気を放った。三木本には効果がなかった。三木本無双だな。三木本の攻撃。三木本は美人放射線技師の腹を殴った。普通に殴った。女は殴らない主義なんだが、許してくれ。美人放射線技師は意識を失った。3人の霊を倒した。物理効くんかいっていうね。いやー、意外と大したことない霊でしたね。ねえ、敏夫さん。そうだな。服着てたし。お前らが言うな。僕たちは階段を下へと降りていった。煩悩迷宮地下3階。地下室を漂う霊気はだんだんとその強さを増してくる。湿気で苔むした床に足を滑らさないよう僕たちは慎重に進んだ。通路の突き当たりは左右に分かれていた。正面の壁に何か書かれている。敏夫さんはためらうことなく18歳以上へ進む。しかし三木本さんは18歳未満へ行こうとしていた。三木本さん、どっち行くんですか？あなた30過ぎてるでしょう。ん？これは敵の年齢じゃないのか？違いますよ。自分の年齢です。インターネットでよくあるでしょう。そうか。デジタル関係は苦手でね。デジカメも未だに馴染めないくらいなんだ。三木本さんは恥ずかしそうに頭をかいた。でも、登録は18歳以下に見えるよね。童顔だし。身分証明書出せって言われたりするだろう。敏夫さんがからかうように言う。僕がビデオを借りる時の辛さはこの二人にはわかるまい。黙っているところを見ると図星だな。トル君、多分その髪型がいけないんだよ。俺みたいな髪型にしたらどうだい？お断りします。そういえば敏夫さん、ずっとその髪型ですね。飽きないんですか？好きなんだよ、これが。変えるつもりはないね。きっと敏夫さんなりのこだわりがあるのだろう。さ、そんなことより先を急ごう。三木本さんが言った。僕たちは18歳以上の道へと進んだ。これはそのままでいいんだ。通路の突き当たりには鉄の扉があった。三木本さんが首をかしげる。何か聞こえないか？僕は耳を澄ませた。これは波の音ですね。波の音だな。敏夫さんがつぶやく。あ、うなずく。こんなとこで波の音がするか、普通。明らかに敵の罠ですね。罠だな。18歳以上の罠だ。敏夫さんが目を細めた。どうする？戻ってもう一つの道に行くか。三木本さんが尋ねる。聞くか。でも多分向こうにも罠はあるんじゃないですか？あるだろうな。18歳未満の罠が。敏夫さんが目を細めた。確かにそうだな。それじゃあ、とりあえず、この先へ行って様子を見てみるか。だが気をつけるんだぞ。
おそらく敵は今まで以上に強力な罠を用意しているはずだ。三木本さんが厳しい表情で言う。そうですね、エロ本やクリニックなんて目じゃないでしょう。ああ、なんせ18歳以上の罠だからな。敏夫さんが厳しい表情で目を細めた。三木本さんは扉に手をかけると、気をつけろよと言った目でこちらを見る。僕と敏夫さんは黙ってうなずいた。三木本さんは扉を開け放った。あら、これ監獄、三日月島のビーチじゃないか。輝く太陽、澄んだ空、青い海、白い砂浜、海辺で戯れる水着の美女たち、水着の女性たち、そして僕たちが一番恐れていた看板があった。ふざけてるよな、こんな看板で俺たちが油断するわけないだろう。なあトル君。三木本さんは怒りをあらわにした。まったくふざけてますね敏夫さん。ほんとふざけてるよな。僕はあらかじめ履いていた海水パンツに着替えた。敏夫さんはふんどし一丁になる。言ってることと違うだろ。ねえ、これで一緒に遊ばない？ビーチボールを3つ抱えた女の子が僕たちに声をかけてきた。なんで3つも抱えてんだよ。いや違う、ビーチボールは1つだ。くっ、そういうことだったか。あとの2つは8切れんばかりのビキニに収まっている。彼女は一体どのビーチボールで遊ぼうと言っているのだ。2人とも分かってるよな、これは罠なんだぞ。三木本さんが真剣な表情で言う。分かってます、これは明らかに罠ですよ。ああ、とても危険な罠だ。敏夫さんがごくりと唾を飲んだ。治療とのバトルはすでに始まっている。僕は気を引き締めた。実は一人でこの島に来たんだけど、あ、やっぱり寂しくなっちゃって、できればいい出会いがあればいいかなって。見事な先制攻撃だった。出会い。その言葉に後腐れなく燃え上がりそうなアバンチュールを期待してしまう。ねえ、サンオイル塗ってくれない？ベタベタだな。声をかけられた方を向くと、一人の女の子がビーチマットにうつ伏せで寝そべっていた。鋭い角度のハイレグから伸びる細い足が肩甲骨のある背中まで、白鳥ワイシなんだこれ、薄小麦色に焼けた彼女の肌はしっとりと汗で濡れていた。背中まで手が届かなくて、まんべんなく塗ってくれないかしら。まんべんなく。そう、隅々までお願いしたいな。隅々とは一体どこまでを指すのだ。脇にある膨らみもそうなのか。割れ目が見えてもビキニから上はお尻じゃないと考えていいのか。ねえ、ビーチボールは？ねえ、オイル塗ってくれないの？ A、ビーチボールで遊ぶ。 B、サンオイルを塗る。 C、無視する。まあビーチボールから行きましょう。もちろんやりますよ、ビーチボール。キャ、嬉しい。彼女は僕の腕にしがみついてきた。2つのビーチボールがギュッと押し付けられる。いや、柔らかーい。じゃあ早速始めるわよ。彼女はビーチボールを頭上に掲げた。そーれ。ビーチボールはなぜか僕の頭頂に振り下ろされた。え？僕の体はまっすぐ砂浜に埋め込まれた。ということビーチボールを振り下ろされた頭頂がズキズキと痛む。どういうこと？彼女は僕の問いに笑顔で答えた。さあ、続いていくわよ。そしてまたビーチボールを頭上に掲げる。ちょっと、そーれ。ははビーチボール。ビーチボールじゃないじゃんね、その重さがあるんだったら。さあ、というわけでね、まあね、ちょっと痛い目を見たんで、サンオイルにしましょうか。もちろん塗りますよ、サンオイル。ねえ、早く。このままだと肌が直接焼かれちゃう。はいはい、ただいま。僕は彼女の隣に膝を落とした。そうだ、背中の紐はどうしましょう。外して。わかりました。僕は慎重に背中の結び目をほどいた。できるだけ自然さを装いながら、僕は今まで隠されていた乳房の側面をちらっと見た。なかなかの一品である。僕はサンオイルを手に取り、手のひらに塗り広げた。そしていよいよ彼女の白い背中に塗ろうと手を伸ばした時、ポツリと何かが肩に落ちた。見上げるといつの間にか黒い雨雲が広がっている。あれ、雨か。もう早く塗ってくれないかしら、大
太陽が隠れちゃったじゃない。あ、塗れない、塗ってくれないから太陽が隠れちゃったじゃない。すいません。ふふ、いいのよ。だって肌を焼くだけが楽しみじゃないんだもの。と言いますと、もうそんな恥ずかしいこと言わせないで。彼女は顔をあからめて言った。そこにパラソルがあるから、刺してくださらない？ちゃんと地面に深く刺してね。私たちが周りから見えなくなるくらいに。ね。ほう。あ、見えなくなる、見えなくする理由は考えるまでもない。わかりました。僕は敬礼をしながらそう答えた。素早くパラソルを広げたその時。わあ。僕はサンオイルを塗ることなく、真っ黒になった。雷落ちたってこと？暗い。なるほどね。